FM 議論から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。11月2日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございます。はいはい、今週も今月も始まりましたね。もうね、毎回、番組がね始まっていくたんびに、どうする、もう11月だよ、どうするってそんな話ばっかりしてる感じもありますけど、ただね、沖縄県も少しずつ秋めいてきたのかなっていうようなね、ちょっと涼しい時間帯も増えてきてるんですけど、番組はねちょっと熱く、はい、やっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしますね。はい、今週もですね、ゲストさんを、はい、ゲストさんに来ていただいていますのでね、時間がもったいないので、はい、今週もサクサクやっていきましょう。はい、で、先々週もうそうじゃないな、もうずっと来てもらってる、はい、はい、AC クレアのヨヘナさんです。どうもこんばんは。はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、今週もねよろしくお願いしますね。はい、はい、で今日はですね FC 琉球のことをいろいろお話ししていきたいと思ってるんですけど、はい、ゲストにね FC 琉球サポーターのフレットさんに来ていただいてます。どうもこんばんは。こんばんは。あ、すいません、番組毎回なんだよな、すいません、番組始まる前に言えってこと感じなんですけど、はい、マイクにちょっと近づいていただかないとなかなか声が聞こえないので、これぐらいで大丈夫ですか。あ、もっと近くても大丈夫です。はい、わかりました。あ、改めまして FC 琉球のサポーターフレットさんです。どうもこんばんは。こんばんは。はい、もう急遽ね今日ね、はい、さっきねすいません、できればって1時間2時間前ぐらいマジですか。もう申し訳ないです。はい、ただ一緒にねこの FC 琉球、まあ沖縄県のねサッカーをちょっといろいろ盛り上げてくれたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですね進めていきましょう。はい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋魔順、氾濫注意のハンバーガーショップチムフガス、以上各社の提携でお届けいたしますよ。はい、一応ですね今月も沖縄県のサッカー情報をという、まあ大きなねゆるい感じのお題でやっていくんですけど、今日はねもうせっかく、はい、琉球、ね、FC 琉球サポーターの熱いフレットさんに来ていただいていますので、はい、琉球のいろいろお話ししていきたいと思いますよ。皆さんぜひね、ご参加いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でですね、早速ですけど、はい、もう早速 FC 琉球のお話をいろいろねすいません、やっていきたいと思いますけど、フレットさん、はい、琉球最近調子いいですよね。めっちゃ調子いいですね。ねえ、はい、なんていうんですか、今年よく試合を見に行くようになったんですけど、はい、僕が行くとよく負けるので行かない方がいいのかな。今結構3連勝中ですか。結構負けなしで来てます ね。で順位が今、7位なのかな。で、先日行われました J3、第27節はですねアウェーで鹿児島ユナイテッドとの試合がありましたが、見事ね2対1で勝利しております。おめでとうございます。はい、アウェーで強い、ね、アウェーで強い琉球すごいですね、はい、いいっすよ。はい、で前節と変わらず7位を今キープしていまして、はい、いいっすね。なかなかここ数年は結構リーグが始まった頃は上位にいてなんかズルズルっていうシーズンがちょっと続いてたんですけど、ね、この時期にガーンって上がっていくのいいですよね。なんか新鮮ですね。楽しいですよ、もう本当に。やっぱりホームで前々節かな、ロスタイムに劇的な、ね、勝利があってとか、ああいうのもやっぱり見応えの一つだとは思うんですけど、僕もここラジオでですね、よく会場に行かないと雰囲気はなかなか味わえないよっていうことをよくおしゃべりさせてもらってるんですけど、はい、雰囲気いいっすよね。好きです。ね、
なんていうんですか、あ、沖縄でも J リーグやってんだって本当に心底思いました。うん、で、あの、なんだろう、陸上競技場もね、やっぱナイター設備も整って、環境もやっぱりガラリと変わったっていう部分もあると思うんですけど、やっぱりあのプレッツさんのようにコアなサポーターさんがあんなガンガン応援してるっていうのは、やっぱりね、今の FC 琉球が活躍する一つの原動力になってるのかなと思うんですけど。なっていれば嬉しいですね。選手の力なってれば嬉しいですけど、ね、いやいや、これはね、もうなってると思いますよ。信じるしかないです、うん、で、この僕も今年ようやく現地というかね、会場に足を運ぶ機会が多くなってきてるんですけど、やっぱり見るからにはバックスタンドですかね。ぜひ、うん、僕もメインで見るよりはバックスタンドで、やっぱり琉球のサポーターさんが大きな声で応援してるそばでやっぱり見るのがちょっと楽しいかなと思うんですけど、メインスタンドよりもバックスタンドの方がやっぱりピッチとは近い感じがするんですけど、確かに近いと感覚的にはありますね。あ、ありますか、はい、うん、なんかそっちの方がやっぱ選手に届く声も近いのかなっていう雰囲気があったりするんですけどね、まあ、毎回ではないんですけど、うんうん、時折こちらが叫んだ言葉で選手がこっちを向くってびっくりすることがたまにあります。答えてくれる時もないですか。富樫選手はとてもこの選手心臓なので試合中でもたまに答えますいいですね、この辺なんかいいですね、はい、なんか応援ですよね。応援ね、はい、そうですね、はい、もちろんもちろん。ヤジとかだったらね、ちょっとヤジは聞こえてても多分何も言わないと思うでも琉球が JFL、まあ、今の J3 に上がって、この今のポジションに上がって結構な、うん、時間が経ってると思うんですけど、FC 琉球が最初沖縄に立ち上がって、その頃よりもやっぱり今ね、ちょっとお話も少し出ましたけど、環境の面も、まあ、グラウンド整備の部分も含めてなんですけど変わって、ただ僕が一番強く思うのは見る側、見てる側のこのなんていうのかな、すいません、上から目線みたいなことを言うんですけど、意識というかこの向き合い方もだいぶ変わってきてるのかなって思うんですよ。もちろん先ほどお話出たヤジもそうなんですけど、選手に対する声援であったり、このなんていうんですかね、試合中のコメントって言ったらおかしいな声援のこの言葉もね、的確というか、おお、なんか J リーグやってるよここみたいなそう感じていただけたらとても嬉しいですね、うん、思いますね、はい、で、ただこれは琉球のサポーターさんだけじゃなくて、やっぱりアウェーで乗り込んでくる、チームのサポーターさんもやっぱり見てて、あ、Jリーグやってるって本当に思うんですよね。とか身近でこういう環境があるのはガンガンやっぱり伝えていきたいなっていうのがあって、はい、今日ここでフレッドさんに急遽2時間前にどうにか、はい、すいませんね。で、今節、次節はね、第28節は、11月6日にあるんですけど、 FC 力の試合はアウェーでね、カターレ富山との対戦がありますので、その、ね、琉球が今7位で、勝ち点2差で 2ポイント差でしたっけ。で、カターレ4位との大差、はい、あ、大差じゃない、対戦が決まっていますので、これをね、なんとか勝って、そうするとね、うまくいけば順位がひっくり返っちゃう可能性もありますのでね、はい、ちょっと楽しみが、はい、増えるなっていう感じはするんですけど、ですね、すいません、相変わらずコアモノとの時間配分ができていないので、ちょっとコメントをね、ちょっと一つ読みたいと思いますよ。野内一郎さん、もうありがとうございます。もう今週もありがとうございます。毎週毎週、はい、こんばんは、こんばんは。11月に入ってえらく寒くなりましたね、うん、今日は最高気温15度、今雨降ってますよ横浜市内寒いですね。すみません、今晩の後半袖です。あ、こちらにいる人今日みんな半袖ですそうですね、沖縄は若干寒くなったよって番組冒頭で話しましたけど、まあ、車のクーラーが少しいらなくなったぐらい。そうですね、その通りですね、はい、でもう一つ、
野根千奈さんから来てますけど、ワールドカップ歴代最多ゴールの16ゴールを放ったドイツのクローゼ選手が引退を決意、今後は指導者を目指すそうですよって、うん、で、あの、はい、僕もこのニュース見ました。はい、ドイツでね、指導者をって言ってましたね。クローゼは去年一昨年かな、ハンドのゴールを自らね、あ、レフリーものハンドです、俺ハンドですみたいなね、あって、うん、まあこういう方がね、はい、指導者になって新しいまたドイツの代表を育てていくのかなと思うと、うん、うね、楽しみの、はい、一つです。うん、でもう一つちょっとコメントが来てまして、これは高坊さんでいいのかな、初見です、以上初見です、初見ですね、初見ですか初見って読むんですかこれ初見初めて見ますでいいかすいません、ありがとうございます、はい、今後とも高坊さんよろしくお願いしますすいません、はい、相変わらず時間配分ができていないので一旦ここで CM に行きたいと思います。 CM です。はいはい、今週はですね FC 琉球サポーターフレッドさんを、ゲストに、招いていろいろお話ししていっていますよ。はい、皆さん後半もよろしくお願いいたします。はい、ただですね、すいません、相変わらずこの辺お話ししとかないと俺ぶっ飛ぶから先にお話ししたいんですけど、はい、今週のちょっと県内の、ね、サッカー情報をサクサクっとお話ししたいと思います。はい、番組でも結構お話ししています、高校男子サッカー選手権大会ベスト4が決まりました。うん、ね、先週宜野湾ダービーがありましたけど普天間高校対宜野湾高校、ね、はい、劇的に、はい、もうまさかの普天間高校がね、はい、勝ちました。まさか失礼ですね、はい、普天間高校の皆さん本当におめでとうございます。で、今現在ですねベスト4に残っているのが前原高校、ん、違うな、あ、そうだ、前原と、普天間、あとどこだっけ、那覇西と西原だっけ、あれ、ちょっと待ってよ、ごめんなさい、もう一回調べますで、先週ねちょっとお話しました、会場が八重山になるんだよって言った前原対、八重山の試合は、はい、やっぱりね5対0、うん、前原高校が、はい、見事に勝ちまして、はい、会場がね石垣市でありますよ。これ古田さん面白いんじゃないですか、選手権大会でさ、離島のチームが準々決勝まで上がると、はい、その当該地区で試合がありますよっていう規定がもう何年か前からあるらしくて、今回初めてなのかな、この来たの。でも宮古高校が結構今強いので、ここ数年もう宮古が先にあったかもしれないですけど、今回初めて知ってこんなことがあるんだっていうので、八重山高校がベスト8残って、この試合前原対八重山高校の試合は赤んまであったんですよ。うん、で高校サッカー面白いなと思って、うん、で、まあ、結果はね、八重山高校負けてしまったではあるんですけど、うん、とってもいい経験だと思うんですよ、はい、前原にとってもそうだけど八重山高校のサッカー部の、ね、皆さんにとっても、ね、地元で応援される機会があるんだっていうのは、はい、ものすごく大きなモチベーションになると思うのでね、こういったことはねいろいろ番組でまたおしゃべりしていきたいなと思いますのでね。で、今週のに、土曜日、また来週の土曜日と、選手権のね準決勝決勝とありますのでね、番組でいろいろおしゃべりしていきたいと思いますよ。はい、皆さんよろしくお願いいたします。あとですね、ここには載ってないんだけど、そうそう、喋らないといけないことがあって、相馬プレイヤー沖縄が、はい、九州リーグ優勝しました。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。ですね、すごいですよ。しかもゴールキーパーが
はい、河合選手こう番組に、ね、ゲストで来ていただきました、はい、河合選手と、テルキナ選手が代表で今いないんですよ、誰がキーパーを荒垣選手がキーパーやったり、高橋って言ったら怒られるな、荒垣選手とか他の人がキーパーやって見事、はい、で全勝優勝だったと思うんですよ、相馬プライ沖縄、すごいですね、素晴らしいですね、ちょっとね全国大会ではちょっと涙を ね飲んでしまったので、うん、でもこのツイッターだったりフェイスブックを見るとやっぱ選手たちがとてもね明るい笑顔でこの優勝したよって報告があったので、うん、やっぱりちょっと嬉しくなりましたね、はい、はい、相馬プレー沖縄の皆さん九州リーグ優勝おめでとうございます、ございます、はい、であと一つお話しして、どうしようどれ喋ろう、ね先週の日曜日沖縄県サッカー協会の50周年の記念イベントがありまして、はい、はい、そちらにちょっと行ってきました、どうでしたね、田島専務理事がいた、うん、だから何って感じでそうそう、見えねえか、あ、見えるか、沖縄県サッカー協会の、うん、設立50周年記念イベントに行ってきたんですけど、なかなかね内容の濃い、イベントでした、この日本サッカー協会のトップが来てたり、いろんなお話を聞けたので、はい、いい機会になったなと思うんですけど、実際こういう機会に、呼んでいただく機会っていうのが初めてだったんですけど、はい、やっぱ沖縄県のサッカーこんだけいろんな人が裏方で支えてくれてるんだなって、もう簡単な、もちろんね簡単に言えることじゃないんですけど、大きなちょっと50年のなんだなっていう思いが、うん、はい、ありましたので、またねこういった方々がいて僕らがサッカーをできる、サッカーを応援することができるっていうこともやっぱりあるはずなので、いろんなことはまたここでねいろいろお話ししていきたいなと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします、うん、はいはい、でですね、せっかく、はい、もう喋ったかな、大丈夫かな、これ今日はね、はい、FC 琉球サポーターのフレッドさんが来ていただいているので、はい、いろいろお話を聞いていきたいと思うんですけど、フレッドさん、実際ですね、はい、フレッドさんもこの、バックスタンドで、皆さんと一緒に大きな声で応援してる中の一人なんですか。まあ、そうですね、応援してます。この皆さんが、持っている大きな旗とかあったりするじゃないですか、あんなの もう皆さんが一人一人なんか自前で作ってるものなんですか。そうですね、あれはもうあれは数年前になるんですけど、はいはい、いろんな形で作って、みんなでフレッドさんも振ってたり、過去に、あ、過去に何回かだけですけど、いいっすよね、あれも、うちの長男が今6歳なんですけど、はい、うちのガキンチョがこの初めて琉球の試合連れて行った時に、試合ではなく旗に興味を持ってハーフタイムの時にすいません振らせてもらっていいですかってからぜひぜひ言ったことがあるんですけど、うん、でも6歳のうちの長男が行っても琉球の応援歌を覚えて帰ってくるんですよ、かかってこいよってあ6歳こんなこと言わしていいのかなとか思いながらでも本人はサッカーが あんだけ近くで見れて、で熱狂的なサポーターがそばにいてっていうのもとても刺激的なようなので、子供を連れていくのもいいのかなって、うん、全然大丈夫です、はい、で僕あそこでオリオンビールよく飲んでるので、うん、あれはもう俺が悪いんじゃなくて、あれはもうオリオンビールが悪いんですよ、うん、いやサッカーを飲む時ビールはいいと思いますもうあれはねもう仕方ないです、はい、藤沢選手がオーバーラップをしていって、はい、いいチャンスを作るたびにおかわりしてます結構じゃ飲んでます、ね、飲んでますね、はい、いいことですねさーって言いながら、はい、もう一つ野内千奈さんからちょっとコメントが来てるのでお話ししましょう、はい、J3 の優勝争いは、栃木 SC と大分トリニータに絞られてきました、うん、で鹿児島ステジアムの問題がクリアできなかったので勝ち点が両者上回っても J2 へは上がれません、そうなんですよね、大分トリニータ J3 にいるんですか、そうみたいな感じですよね、はい、はい、J1、J2、J3 と立て続けに落ちてきましたからね、で初戦は勝ってますよね、琉球。うち多分負けてない、最初はね、勝って1勝1分けだと、はいはい、結構早い時期に、はい、大分さんと試合があって、
大分は泳いっていう状況が前半ちょっと続いてたはずなんですけど、気がつけば優勝争いしてるんですね。しっかりしてますやっぱり。栃木がねちょっと、前々節ぐらいまで1位だったのかな。うん、ここにね琉球が、来年は、はい、沖縄市のね陸上競技場もやっぱそうなんですけど、大野山のね陸上競技場もこのサッカー観戦に向けての動きがねようやく出てきたところもあるのでね、うん、この辺のなんていうんですかね地盤は固まってきつつありますのでね、少しずつです。あとはもう勝つだけですからね一番勝つだけですからね簡単に言ってしまった、すいません。まあ選手の皆さんはねもちろん、はい、いつも上を向いてね全力でやってくれていますのでね、うん、そうですね、はい、僕らはちょっと引き続き応援していきたいなと思うんですけど、はい、古田さんせっかくちょっと来ていただいてるんで、はい、ぜひね会場に来ていただいてこういったところをちょっと楽しんでほしいなとか満喫してほしいな、こういったところを見てほしいなっていうのはあったりしますか。聞く前、俺が喋る前に聞けよって感じですよね、すいませんビールが美味しかったとかピッチが近いとか俺が言う前に聞けよって感じ、すいません。ちょっと違う視点で言うとはい、はい、もちろんサッカー試合はもちろんなんですけど、うんうん、そこにグルメとかも、はい、あそうですね、広めさんとか、はい、そば屋さんが出てるので、はい、まあ、家族で来ても、うんうんうん、ピクニック気分で来て、あいいですね、2時間楽しめればと、はいはいはい、そっか、そうですね、スタジアムの入り口にはね、売店というか屋台がねいくつか並んで、うん、名物料理みたいなものもありますしね。あります、はい、あーそっか、うちのご近所なんかね少しずつあれなんですよ、グルメになってきてるんですよあと一杯ビール飲みたいからごめんこれ予算の問題、子供の環境に悪い親を演じてただナイターのなんていうんですか、素晴らしさがをやっぱり皆さんに感じてもらいたい部分もあって、まあ次節がちょっとホーム最終戦にはなるんですけど、まあ、3時ですよね今度のキックが、多分3時だったと思うんですが、沖縄でねあんなって J リーグがナイターで味わえるっていうのはなかなかやっぱりないと思うんですよ。とてもとても素敵な、うん、場所なのでね、はい、ぜひ皆さんにも本当に、うん、行っていただきたいなと思うんですけど、次節は、先ほどもちょっとお話ししましたけど琉球はアウェーで、うん、カターレ富山との対戦がありまして、その次ですね11月13日がホームの最終戦となります、はい、うん、でここでねあれなんですよね、なんかフレッドさん特別企画みたいなものがあるんですね、その日誰が無料でしょ、女性が、男性はだからは、ね、レディースデーなんですか、レディースデーだそうなんですよね、最終節は、11月13日、県総合運動公園で実施なんですけど、はい、女性がね無料なんですよね、手厚くひいきだひいきだそんなこと言ってもねあれですかね、いろんな、なんだろう、ツイッターだったりフェイスブック見ると、はい、もうあなたがね勝利の女神になってくださいみたいな形でいろいろ、はい、出てますので、はい、これを機会にね、しかも上位争いしてますからね、そうですね、次節勝ってもらってもうこの最終戦も ね、ぜひこの上位争いを盛り上げていただけるように琉球の皆さんにも頑張ってもらいたいんですが、まあ、僕らがね大きな応援しなきゃね、はい、やっぱり試合も盛り上がらないので ね、ぜひ皆さんタイミングを合わせて、はい、11月13日ホーム最終戦です、 FC 琉球の試合、はい、ぜひ見に来ていただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、すいません、あんなこんな喋りながら、はい、今週もロスタイムが残り1分半を切ってしまいました、大丈夫かな、俺喋ってないことあるかな、じゃないよ、ね、すいません、ヨネさん、はい、ヨネさんのコメントも本当思わないといけないのに、全然大丈夫ですよ僕はもう FC 琉球さんの話が聞きたかったんで、すいません、ありがとうございます。いやでも本当に県内にね FC 琉球と、うん、沖縄エスパさん、うんうん、ね、いいチームができたんで、そうですね、これから相乗効果で、うんうん、もっと琉球が上に行けるように頑張っていってほしいなと思いますんで、ね、うん、本当に本当に、うん、応援してます。県内にこんなチームがあるっていうのはね本当にとても大きなことなので、うん、いろいろ広めて皆さんにね共有していただけたらなと思いますよ。皆さんよろしくお願いしますね。はい、
この辺で今週は、時間がちょっとなくなってきてましたので、また来週の放送ですね。来週もフレッドさん来ていただけたらぜひよろしくお願いします。はい、はい、頑張ります。来週はあのコールを生であすいません、はい、よろしくお願いします。はい、はい、この辺でねちょっと時間がなくなってきたので、今週は締めたいと思います。この番組はあなたの専属トレーナーになります。エフラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、反乱注意のハンバーガーショップチムフガス、以上各社の提供と、シークレア、ユフェナカツヤ、FC リーグサポーターフレッドです。はい、ありがとうございました。また来週。はい、また来週。